11番11番4番6番7番10番9番8番3番5番さあ、まずは最初に戻ってきたのはゼッケン2番前泉選手、ゼッケン1番桜井選手、それからゼッケン1番の大野選手と順次戻ってきている漫画が1周目をクリア。さあ、1周目をクリアして現在ゼッケン1番桜井選手がトップを守っている11番の大野選手と順次、おっとゼッケン5番の田代選手がここでトップに上がってきた。5番、1番、2番、11番という展開か。さあ、時間の方が50秒に間もなくなろうというところ。ゼッケン1番、ホワイトとピンクのカラーリングのマシンが現在のところトップを走行中。さあ、現在大平均からハーフメアティに入っていきまして、桜井選手、現在3番ポジションから最終コーナーに入っている。ホワイト、ピンクのカラーリング、エポック代表、桜井選手がトップを走行中。さあ、2番手に走行しているのはゼッケン11番の小野選手あたりでしょうか。現在3周目のクリア、4周目に入っている。さあ、トップ5の順位は1番、11番、2番、4番、10番というところでしょうか。さあ、時間の方は1分15秒の経過。現在先頭はゼッケン1番、桜井選手、大平均からハーフメアティに入っている。ホワイト、ピンクのカラーリング、さあ、前に黄色のカラーリングを回してみる。さあ、現在ゼッケン2番の前泉選手は現在バックストレートを踏むか。さあ、その後ろがゼッケン1番の桜井選手と出ていく。さあ、ごめんなさい。さあ、現在のところはトップグループは最終コーナーをクリアしていく。さあ、ゼッケン1番の桜井選手はコントロールラインから内山をクリア。ワイドヒットからリードこの部屋に入っていく。2番ゼッケン2番の前泉選手はそれを 1.4 秒の上昇できないから、その前のところをワイドヒットからリードのマシン大谷にをクリア。さあ、この辺りは続々とような走りになっております。さあ、前には2台のマシンがいる。さあ、現在トップは最終コーナーでありがとう。さあ、コントロールラインの通過、ここで間違いないです。はい、 OK、 ありがとう。さあ、現在時間は2分10秒までいた。トップグループは現在バックストレートに入っていく。現在トップはゼッケン1番桜井選手、ホワイトのピンクとカラーリングのマシンがトップ。2番手はその前はゼッケン2番の前に出てきた。2番手走行、その差は 1.75 差、0.2 秒縮めていた。さあ、トップグループ最終コーナーに入ってコントロールラインを通過、これで8周目に入っていった。さあ、前泉選手、ここでも 0.5 秒縮めてきて 1.2 秒差で追い込まれた。さあ、ここで少し引き離しにかかったか。桜井選手はちょっと遅れてきたか。さあ、時間の方は2分40秒になろうというと、現在トップ桜井選手、大平均からまもなくハーフコーナーに入っていく。さあ、トップからここで変わっていくんでしょうか。ゼッケン2番の前泉選手が最終コーナーからコントロールラインを通過。さあ、ここで1人が変わってくるか。おっと、前泉選手がトップに最終ランプで上がってきた。ゼッケン2番の前泉選手は8周3分04秒でゴール。ゼッケン1番の桜井選手も8周3分04秒で 0.4 秒まで2番手でゴールだ。4番の遠藤選手、11番の小野選手とゴール。ゼッケン10番の木村選手、ゼッケン6番の川島選手も8周でゴール。さあ、残る台数はあと5台。ゼッケン5番の田代選手も足でゴール。ゼッケン3番、9番、8番もゴール。残る台数が8台。さあ、あともう1台戻ってきますのでお待ちください。さあ、それで第11レースではこれで電車となります。第11レースでは最終ラップでゼッケン2番の前向き選手が8周3分04秒でトップゴールとなっております。2番手ゴールは 0.4 秒差ポイントとなったエポック代表ゼッケン1番の桜井選手。3番手はゼッケン4番遠藤選手、8周3分09秒でゴール。